どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということでじゃあ今日もやっていくわけなんですけども、この髪型ね、びっくりされた方もいるかなというふうに思いますんで、まあ、ちょっとなんでこういう風になったのかっていう経緯をですね、1分で紹介しようと思います。登録者がこう増えてきてるわけなので、そういったこう見てくれもちょっとブラッシュアップしていこうというような感じで、ワイルドで男らしくてスーツを着てもこうビジネスでもカジュアルでもどっちでもいけるような、まあそういう髪型、これいいなと思って、これでしょうと思っていつもお世話になっている10分カットのキュービーハウスというところに行ったわけです。別にこれキュービーハウスの宣伝でも何でもないんですけど、その人が見て、ああまあここをこう2ブロックにしてここをこう立て上げる感じですねっていう風に説明して、ああそうですよ、じゃあお願いしますって言って、僕こう目をつぶってたんです。髪切ってる間ってすごいこう気持ちいいので、僕にとってはこう瞑想タイムだったりするんですけど、まあそんな感じでこうブーって目をつぶって、で目をパッと開けたら、まあ、こんな感じになってたと。切りすぎたって思うことで1週間後2週間後に、あれなんかいい髪型じゃんって思えるっていうのがあるので、なのでまあ切りすぎたって思うところはまあ確かに全然いいんですけど、ただなんかこのなんかサイドのこのサイドのこの部分何なんだろうみたいな、あこんにちはお邪魔しますって言った時に、誰かからいや部屋の中では帽子外すんだよって言われちゃうような、そういう髪型ですよねこれ。で僕は普段こう物をあんまり持ってないんですけど、ただ持っているものに関してはどんどんブラッシュアップをしてよりいいもので囲まれようっていう、まあそういうコンセプトでやらせてもらっています。で今回はバックパックを変えたので、それをシェアさせていただこうというような感じですね。はい、で今回僕が買いましたのが、こちらですね、ヨドバシで買ったんですけども、エレコムさんから出ているオフトコっていうバックパックです。カメラを入れられて、かつパソコンも入れられてっていう、そういうバックパックになります。なんでこれを買ったのかっていう、その経緯的なものは後ほど詳しくシェアしていこうというふうに思うので、まずはちょっとこれを見てみたいと思います。でこれが本体なんですけども、ちょっと中身を外しちゃいますね。これの構造をどこからシェアしていけばいいのかなっていう感じなんですけど、じゃあまずはこの前ポケットからいきましょう。前ポケットはこんな感じでこういうふうに開きますね。でここに12箇所入れ物があって、こっちには何もないです。横をガッと開くとパッと開いて、でこの中にこういった仕切りがあります。なので仕切りを入れてもいいですし、仕切りを入れずにこの空間を広々使ってもいいっていう、まあそういう感じです。ここ僕がいいなって思ったのが、こう仕切られてるんですよ、この中の部分。多分ここら辺だと思うんですけど、この下のゾーンと上のゾーンでこうやって中の仕切りで仕切られているので、上のところにカメラを入れると、一眼レフをこうカメラを入れて、でこっちにパソコンを入れると、そういう使い方をしようと思います。そうすると重心が上に来て、背負った時にものすごい楽なんです。カメラを実際に入れようと思ったんですけど、今これ撮影に使っちゃってるので、ちょっと今はこのオリーブオイルで代用したいんですけど、こうやって入れて、そうすると下にこう落ちてこないので重心が高い状態でキープできるんですよ。なのでこれは便利だなと。僕が使っている MacBook Pro の13インチが入るような、まあというかその13インチまでなんですよ、このカバンのこの容量が。前使っていたこっちは 15.6 インチのパソコンも入るようだったので、若干やっぱこうでかいんですよね。なんかこれだけで結構差が出ちゃってますけども、そうこれちっちゃくなるんですよ。ただやっぱ中がこうやって仕切られているので、上にこうカメラを入れて、で重心を上の方に持っていってすごい背負いやすくなると。こうやってパソコンとカメラを入れたとしてもしっかり立ってくるので、ちょっとバランス怪しいかなって感じですけど、全然問題ないです。青、あとはこうやってスーツケースを持ってきた時に、今まではこうやって使ってたんです。こうやって特にかけるところはないんですけど、こうやって使ってました。でこれからはここにかけるフックがあるので、そうこんな感じでかける服があるので安定感がやっぱ違います。だから縦にしか置けないのかなっていう、横にこう置きたかったりするんですけど、あちょっとそれは厳しいみたいですね。なるほど、じゃあ縦にしかこう置けないと。こうしょって、この紐がですねちょっと伸びてきちゃうんです。なので
こう僕は結構高い位置でこう背負っていたいんですけど、だんだんこうズルズルズルって下に下がってきちゃうんです。で締めようと思ってももう限界まで締め上げちゃってるので、もうこれ以上は上に行かないっていう、まあそういったところも若干これは不満なところがあったんです。なんですけどこれはもうかなり可動域がかなりいけるんです。もうこんぐらいまでいっちゃうので、僕こうやって上の方で高い位置で背負っていたいので、あ、これはいいですね。他にもこう紹介しきれていない部分もいっぱいあると思いますので、まあ、もしよかったら、てかまあ全然これ案件とかそういうものじゃないんですけど、まあ、もし気になる場合は概要欄でリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、あとこれちょっと僕が気になったのがこれなんですよね。なかなかちょっと僕にとってはダサいなっていう感じがしますので、まあ、この頭で言うなよって感じすると思うんですけど、ちょっと僕にとってはあまりかっこよくはないので外したいと思います。はい、OK です。これはこう背中のところにパソコンが来て、でこの背中の部分もすごい着心地いいし、なんかポケットもいっぱいあってすごく便利っていう感じでやっていたんですけども、なんかちょっと一回り高さもあるし、幅はないか、まあ高さがあるっていうことで見た目的にこうスマートじゃないなっていう感じはしてたのと、カメラを入れるところが正直ないんです、まあ、あるっちゃあるっていうか、まあ、スペースはあるんですけど、他のものと干渉してカメラが傷ついてしまったり、下の方にズドーンってカメラが落ちてしまうので重心が下の方に行って思うってなっちゃったりしたので、なのでこうカメラとパソコンと財布、まあこれぐらいしか僕持ち歩かないので、この3つがバランスよくというか、これの3つだけ入れるような、かつそのカメラを入れる時に重心も上でキープできるような、まあ、そんなバックパックを僕ここ3ヶ月ぐらいずっと探してました。ヨドバシのページ見たり、ZOZO タウンのページ見たり、あとはロフトのページ見たり、まあいろいろやっつってずっと探していたんですけど、僕の使い方に合ってるバックパックはこれぐらいしかなかったっていう感じなんですよね。まあこれも正直横で使えたらいいなとか、まあいろいろあるんですけど、変わるビジネスバッグって変わるっていうのがあるんですけど、それがもっととこうちっちゃいコンパクトなやつが出たら飛びついてると思います。糸というか、なんか表面がほつれてきてしまって、あとここら辺もだいだい擦れがひどくなってきて、だいぶちょっとみっともない感じがしてきたなっていうのがするので、まあ、なので買い時かなと思って今回新しくゲットしたわけです。はい、旧型のやつは捨てるんですか、断捨離するんですかっていう話なんですけど、断捨離はします。自分の元から手放します。なんですけど、ライブ放送か動画にいただいていたコメントで、このバックパック捨てるならくださいっていう人がいたので、まあもし欲しい人がいたらこれあげますんで、元払いであげますので、配送先の住所とか教えてもらわないといけないので、まあ、じゃあ応募フォームに連絡ください。はい、ということで今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。今のライフスタイルに合ったバックパックを新しくゲットしましたというお話でした。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。